帯に行われているイベントや取り組みを紹介する海と日本プロジェクト in 佐賀。さあ今回はこちらです。2021年夏、有明海の輝く未来を考えようと集まった佐賀県の小学生たち。有明海の干潟で体験をしたり勉強したり、有明海のために自分に何ができるのかをみんなで考えたんじゃ。だけで、環境が悪くなったっていうふうに思うのも一つだけど、そうじゃなくて運動をうまく生活に合わせて、使っていくっていうのも重要なので、新しい考え方で学んでほしいなと思います。参加した子どもたちに先生が一番期待していること、それはやはり伝えてほしいっていうことですね。私たち、有明海をこう活用しようっていうふうに、私今40代ですけども、40代のこう人がこう言ってると。でそういうふうなものを聞いてやろうっていうんではなくて、自分から、有明海がやっぱり重要だよねっていうふうに考えてもらって、それを自分たちの意見で、自分たちの声で発信してほしいなっていうふうに思いますので、その考えたことを発信するという手段の一つとして、活動の最後に有明海への思いを込めて一人一人が絵を描いたんじゃ。いやー、よく描けとるの。そして子どもたちが描いたこの絵がなんと路線バスのデザインに。うわー、立派じゃの。バスの中では子どもたちの活動の様子が紹介されておるぞ。これで町の人たちにも活動のことを知ってもらえるな。これを見て佐賀の皆さんが有明海をもう一度考えてもらうっていうことができたら、我々は成功だと思ってるんですよね。で、干潟交流館であるとか、日笠スであるとか、我々の方ではいろいろこう活動してて、いろんな情報を交換してますので、ぜひ皆さんがどう思うかっていうのをぜひ教えてほしいなというふうに思ってます。私たちの海、有明海について学び、考え、表現する。有明海の輝く未来のために動き出す。次は皆さんの番ですぞ。海と日本、見てくださってありがとうございました。 Twitter、Instagram、チャンネル登録よろしくお願いします。